日は9月の6日、6日、6日、6日ですね、9月の6日です。ここはイギリス北部スコットランド、その州都であります、エディンバラ。地図でいうとこんな感じですね、イギリスの随分北の方まで来ております。ロンドンから列車で、ロンドンから列車で5時間、だいたいそれぐらいですから、イギリスってそんなに大きい国じゃないんだなと、新幹線とか使ってるわけでもないですからね。結構なんですかね、日本って小さな島国とか言いますけど、地図でいうとイギリスと日本でそんな大きさ違わないように見えますけどね。でもイギリスって北の方にあるから本当はもっとちっちゃく書くべきなんですよね。それはしょうがないんですけど、大きい正方形の地図で持って表すと、イギリスがですね、実際よりもだいぶ大きく見えるということになっておりまして、実際そこまで大きい国ではありません。最もいわゆる大英帝国とされていた時代にはたくさんね、海外領土を持っていたわけで、今でもイギリスの海外領土って実は結構あるらしいんですけどね。そんな話はどうでもいいや。この一連の旅の中で訪れたところとしては2番目に北にある町です。1番目が、ロシアサンクトペテルブルク、2番目がこの、イギリススコットランドエディンバラ、3番目はデンマークのコペンハーゲンです。4番目がどこなのかはよく分かりませんけど、寒いんですね。もうみんなねダウンジャケットとか着てますからね、着てない人もいて半袖の人もいるんでわけが分からないんですけど、私はその中では実は割と薄着な方なんですね。もうねこれでも一応下にワイシャツ、その下に、ベストみたいなのを着て、トレーナーですから、そこまで寒くはないんですけど、でも吐く息なんか朝夜行列車で着いた時は白かったですしね、ちょっと信じられないという感じです。9月でこれですから、東京は30何度とか、皆さん頑張ってくださいね。上に街の各方面への出口がいろいろ分かれているのが示されています。なかなか珍しい書き方ですけどね、イギリスでは一番出口が、プリンセスストリート、新市街方面への出口です。2番目、これは、エディンバラ城とかそちら方面へのアクセスです。こちら、マーケットストリートと書いてありますが、旧市街方面へのアクセスですと、3つですね、エディンバラが分かれていて、特にエディンバラはこの右側のニュータウン、それから左側のオールドタウンと、この2つが特に特徴的な分かれ方をしております。階段で上へ行ってみようと思ったんですけど、観光客の方はどうぞエレベーターを使ってみてよみたいな書き込みがありましたんで、書き込みっていうのかな、看板がありましたんで、エレベーターで行けばいいらしい。プリンセスストリート、これだな。ドアスクローゼ。このエディンバラは大変に美しい街として知られておりまして、もう街そのものが世界文化遺産だそうです。なかなか珍しい、古都京都の文化財ってのは、おお、すごいな。確かにこれはなるほどね、観光客乗ってみせて、うちの素晴らしい景色を見せて信ぜよって感じですね。古都京都だって文化財として登録されてるわけで、京都自体が世界文化遺産なわけではありません。なるほどね、これは立派なもんですよね。何でもかんでもとりあえず美しく昔の街並みが綺麗に揃っております。これまでも昔の街並みが揃ってるところっていうのは、いくらでもヨーロッパね、全部昔の街並みが大体の街で揃ってるんですけど、ここはその中でもなんていうかすごいかなりイニシエという感じがしますね。実際古いんじゃないでしょうか、どのぐらい古いのかとか分かんないんですけど、ちょっとまた調べてみましょうね。あそこにね、またイギリスの国旗もなびかせているエディンバラ城ですが、昔からずっとあったものなようで、6世紀ぐらいからここにあったらしいんですけれど、ともかく今の建築物はだいたい16世紀ぐらい、そのぐらいの時期のもの、他もだいたい建ってるんじゃないですかね。あれもなんだろうな、教会なのは間違いないですけどね、サグラダ・ファミリアを1個だけ取り出したみたいな感じがしますけど、こちらが新市街の様子。もうそろそろ午前8時半、9時、もう9時ぐらいになるのかな、あとちょっとでね。というわけですから、このようにして通勤の人でしょうかね、数多く歩いているのが見えます。また路面電車が走っていますが、もともと路面電車がですね、この街にあったんですけれども、しかし、20世紀の中頃に廃止されまして、ただあった方がいいんじゃないかということで、割と最近また復活したそうです。かなり最近のことで、走っている路面電車も全部統一的で大変新しく機能的だそうです。この辺りが全て新市街と呼ばれているようなところで、要するに比較的新しく後になって、といっても18世紀ぐらいかな、そのぐらいに作られたところですけれど、もう我々日本人からするとですね、昔の建物なんて意外と見慣れてない日本人ですから古いなという感じがするんですが、割とまだ新しい方の建物でして、向かいたいのはあちら旧市街です。新市街もね、旧市街と見比べる対比する楽しみ方があると思いますから、まずやはり訪れるべき場所とは思いますが、新市街だけ見て帰るというのではエディンバラの、その雰囲気を感じ取ることはできないでしょう。私も初めて来たわけですから、あんま偉そうに講釈垂れることはできないんですけどね、本当は。
駅の屋根、それを眺めながら奥に広がりますのが、これが旧市街です。ちなみに今の気温なんですが、何度だと思います？ちなみにね、まあ、感覚で言うと10月の JR 北海道釧路駅の前で迎える朝って感じなんですけどね、今ね11度だそうですよ。もう冬場の東京並みですから、これちょっとね、東京の人はここじゃ生きていけないし、逆にエディンバラの人は東京では生きていけないだろうな、夏が暑すぎて。向こうのいるあのおじさん、スカート履いてるよ、初めて見たな。イギリスではね、スカートを履くのが正装ということになってまして、それ男性の正装なんですよね。本当に履いてて、いやすごい、もうむしろ感動的です。まあ、やっぱり見てね、初めて見ると、うわ、なんだろうって感じなんですけど、でも、もうイギリスの歴史をやはり感じるような、そんなワンシーンを普通にね、この街中を歩いてるだけで見ることができまして、大変光栄なことですけど、本人をね、目の前まで行って、あなたスカート履いて歩いてるの映していいですかっていうことは、ちょっとそれはまあ、もうどう考えても無理ですね。なるほど、町の服屋でも普通に男性用のスカート売ってますからね。そういうもんなんだな、いやそういうもんだな、後から知ってるんですけど、このやってきたここは、まあ、メインストリートでして、どこに当たるんだろうな、表参道とかでいいんですかね、わかんない、多分そうだと思うんですけど、エディンバラの駅からもうすぐのところです。ロイヤルマイルと呼ばれているところで、この奥まっすぐ行きますとちょっとだけ一瞬見えておりますけれど、エディンバラ城などがあります。ここはエディンバラの目抜き通りということになっておりまして、私の持った印象としては、この街の新市街と旧市街がちょうど駅を隔てて分かれておりますので、なんだろうな、ブリュッセルみたいな感じ、コンパクトに手ぶらでですね、駅に荷物を預けてブラブラ観光して、パッと見て満足して帰ることができる、かなりここは観光のしやすいいいところだと思いますよ。寒いっていうのもね、イギリスらしくていいや。そして今のところから横断歩道を1個渡っただけなんですけど、またすぐのところなんですけど、エディンバラ名物といえばこれです。エディンバラの有名なもの、フレッシュマーケットクローズと書いてあります。クローズかな、クローズ、このクローズは閉めるのクローズですけれども、このような細い裏路地みたいなものがエディンバラにはたくさんあります。この先にもまたクローズが続いていますし、それから反対側を見るとあちらにもですね、また、スティーン、なんだこれ、ちょっと読めないですけど、なんとかクローズっていうのがまたあそこにも通っていて、これを少し抜けまして、そこフレッシュマーケットクローズね。でこっちにまたジャクソンズクローズっていうのがあるんですね。ジャクソンさんのクローズって感じで、なんかいろいろあります。まあ、ちょっと通ってみましょう。これは大丈夫だと思いますんでね、通っても。これもまた大変歴史的なエディンバラを象徴するような作りのものです。外は明るいんですけれど、このクローズの中に入りますと、まあ、随分とこのように薄暗い、こんなところにもどうも人がたくさん住んでいるらしいことが伺わされます。そこでも何やら鳥が来ていて、今私に驚いて飛び出しましたけれども、鳩がいたようでした。そしてまた見るとこういうところにですね、どことなく何やら埋めたような跡がたくさんありまして、どうも昔はここからこの中にまた入ることができたらしいことを伺わせてくれます。クローズというところの中に入りますと、このようなものがたくさんあります。これはもうつまりそのエディンバラの旧市街の歴史とともにあるような大変重要な遺構なわけです。ちょっとなんか怖いですね、夜は歩きたくないような感じのところ。これはまたそのすぐ一本脇のところですが、ここなどこのように空いておりまして、どうも地下室があるらしいことがわかります。まあ、勝手に入るわけいけませんので、これ以上はいけませんけれど、すぐお隣のクローズです。このような感じでね、今抜けてきたところが、オールドスタンプオフィスクローズと書いてあって、まあ、切手ってことかな、郵便局みたいなやつですかね、がここにあったかと思えば、またここにも、あ、これ違うか、でも多分またすぐありますよ、これはそうかな、これも違いますけど、でもそこの、なんとか、アンカーは分かりませんけどね、それもまだ、裏路地ですし、そこにもまたたくさんあります。こういったものがそこいら中にありまして、あれも、あれはどうか、あれは違うかな、でもその奥にあるこっちは、そうですね、たくさんあって、全部入っていたらもう一日が終わると思われます。このクローズは向こうまで続いているようですけれど、見ると分かりますが、ずっとねこんな感じで坂道になっておりまして、基本的にはその駅の方へ向かって土地が低くなっていきますので、その地形に合わせてクローズも下に伸びていく、というか、まあ、街が下へちょっと斜めになって伸びていく、そんな感じです。ここにもまた何かを埋めた跡があって、それからここは今でも使ってるのかな、中はどうなってるんでしょうね、ファイアーエグジット、まあ多分この中のお店かなんかが使ってるんでしょうね。上にもこのようにして伸びております。
ロイヤルマイルを終点まで歩きまして来ましたね。これエディンバラ城です。今回の話に直接実はエディンバラ城は関係ないんですけど、あんだけ目立つような建物ですから、ちょっとこれ見ずに帰るのはなんかもったいないなと思いますんで、終点まで歩いて見学してみることにしました。これは関係ないのか、私には貸し切り観光とかじゃないだろうな。このエディンバラに限った話ではないのですが、18世紀都市の過密がどんどん大変なことになってきまして、ロンドン、パリでもそうですし、もちろん今言ったようにエディンバラでも街が不衛生になってきました。人口が増えすぎまして、そしてまだ下水道という設備がそれほど整っていないような時期でしたので、あまりにも汚く街が汚水まみれ、悪臭を放つという状態でした。昨日も何度か説明した気がしますが、ロンドンで紅茶が流行っていて、紅茶がロンドンの名物なのは植民地を持っていたということの他に、ロンドンの水があまりにも危険すぎる、もしくはまずすぎるので沸かして味をつけて、それで飲まないととてもじゃないが飲めないということで紅茶が飲まれるようになったそうです。またロンドンの、またイギリスの料理がまずいというのも、まあ、本当にまずいとは私は食べてみて思わなかったですけれども、しかしまずいと言われるその理由には、そもそもはやはりロンドンで手に入る食材があまりにも不衛生で、そのまま食べるには危険すぎるので、十分に加熱をする、そのような操作をする結果あんまり美味しくならないと、そういったことがあったんだそうです。このエディンバラもまた街が大変に汚れてきておりまして、そしてまたこの旧市街のところしか当時はなかったようですけれど、すごい高いところにまで人が住んでいる、その一方でまた逆に地下の方面にも街が増えていきまして、どんどんと地下の深いところにもまた同じように人が住んでいっていたそうです。このような雰囲気のところからまたさらに地下、まあ、半地下という言い方もされていたようですが、そこへ入っていって、そこに人も住んでいたようです。そして基本的にお金のある人はこの高層の階に住み、お金のない人はこのうんと地下の方に住んでいたと。ここもなんかあれだな、なんかに使ってるみたいですね。インターネットカフェじゃないだろうけれど、ここも半地下になってますが、このようなレベルの半地下ではなく、もっともっとうんと深くにまで進んでいくこともできるようです。そして実際にこの地下にはまだその当時のものが残ってはいるのですが、基本的にほぼ使われておりません。なんでそれ使われてないのかというと、この地下のところさっき言ったように大変不衛生になっておりまして、特にこの地下の方へ行けば行くほどやはり上の方からの汚水というものが下へこう溜まっていくものです。そして不衛生なところでは病気も蔓延、お金のない人たちの間で病気がどんどん大発生して、黒死病とも言われております。恐ろしい流行病、伝染病、ペスト、そんなものまで流行ってしまいました。これはかなり大変なことで、その当時ヨーロッパ中で流行ったそのペストは人口の全ての3割を奪っていったということであり、また実際にかかったら治る率が 2% とかそれぐらいだと、実はさっきも見学をしてきているんですけれど、そういうふうにも教わりましたので、なるほど、確かにそれは大変なことだというわけで、じゃあどうしたのかというと、お金のある方々、なんとですね、この地下のところにいろいろと、まあ、コンクリートみたいなものは当時はなかったのかもしれませんが、どうやったのか分かんないですけど、もう全然予告とかしたのかしてないのか分かりませんが、その地下のところに人がいるにもかかわらず、どんどんとそれを埋め立ててしまいまして、そしてその下にいた人たちは生き埋め、もしくは地上に出てこられないということになりまして、かくしてそのお金のある人たちはそのペストを下に封じ込めることがある程度できたと思われますが、地下の中ではもちろんペストに苦しみ、死にもだえるような方々もいれば、ただ単にお金がなくてそこに住んでいてペストと危険と隣り合わせになっていたようなところで、唐突にこう上から埋められてしまって、もう出ることもできなくなった、もしくはそのまま埋まって死んでしまったというような方もいらっしゃるというわけです。そのような悲しい歴史がこのエディンバラのこのクローズというところにはあるわけです。そしてそのクローズというものは長い間あるというふうには言われていたのですが、しかし実際にそれを見るという、確認するということはかなり難しいことであり、また特にそれを見学するようなことも当然にしてできませんでした。で、ところがですね、まあ、割と最近になってこのエディンバラ市というのかな、そちらの方でも、まあ、観光とかそれをこれを見学してもらおうというふうにですね、動きが変わってまいりまして、どのぐらい前からなのか分かりませんが、その見学をするような場所があります。15ポンドほど払いまして、そしてガイドツアーに参加して1時間ほどの見学になります。この先のところ、ちょうどですね、今大道芸をやってますけれども、それ関係ないんですが、その奥のところです。なんか変なカラーコーンをかぶっている人がいますけれど、それの横、あそこにですね、ザ・リアル・メアリー・キングズ・クローズと書いてあります。あそこだけはその昔のそのクローズの中に入っていって見学をすることができるわけです。
リアルメアリーキングズクローズというのは、あのメアリーキングズクローズという、まあ、数あるクローズの他の中の一つをリアルに昔通り見ることができますということで、リアルメアリーキングズクローズだと思われますが、これ上に今ですね、なんか視聴者がなんかこう立ってまして、これを立てた関係で立ち退きをしましたと、そういうふうに、ね、説明されてました。特に雪埋めをしたっていう説明は多分なかったと思うんですけどね。実はもうすでに見学が済ませてありますけれど、リアルメアリーキングズクローズは撮影厳禁ということになっておりまして、一切なんか昔は一部できるところもあったらしいとか聞いたんですけど、もう今では全くできないそうですので、一切撮影はしておりませんが、その代わりね、大丈夫です。ちゃんと、どこやったっけな、ちゃんと持ってきてるんですよ。あった、これね、バッチリね、メモを取ってきましたからね。何言ってるか英語だから聞き取るのすごい難しかったね。一生懸命頑張りまして、まあはっきり言って、10分の1ぐらいしか多分言ってることを理解してないと思うんですけど、それでもね、たくさん説明してくれましたし、重要な箇所はここにしっかりとメモを取ってありますですね。メアリーキングズクローズがあったのはあのあたり、今最初にズームして映っていたあたりでして、ここは今普通に人が通れるようになっている、まあ、普通の、ね、通りと化しているクローズなわけですけれど、この後もまたいろいろとこれを使ってまあ説明すればいいのかなと思います。結構似てますからね。地下空間はかなり広いもので思ったより広かったの、どのぐらいかっていうとね、あそこに煙突ありますけど、この煙突の高さと同じぐらいに、またこの地下にですね、同じような道がもう一つありました。まあ、つまりこのぐらいの深さのものがこう地下にあるんですよ。で当然、まあ、暗いわけです。真っ暗ですから、そこには最新式の電灯みたいなものでね、雰囲気はランプの電球色でもって灯されていましたけれど、まあ、かなり暗いなという印象で、実際にはどうも窓は存在していたらしいです。上の方の階層の部屋でしたら窓があったとかなんとかで、その地下のですね、人が住んでいるような空間でもまだその中のミドルクラスという人がいたそうで、その人たちが住んでいるところはまあそれなりに広く、一応ちゃんとした、食卓みたいなものもあって、窓は寝室とそれから食堂に1箇所ずつ、ここどうもこういうところに窓があったようでして、ここに窓、人が通っているそのクローズの足元のところに、ベッドの寝室とそれから、食堂がある、そのような感じの場所でした。ですから、まあこのようにどこにでもあるクローズ、ここに3つも並んでますけれど、その中の1つを適当に選んでちょうど入って良さそうだな。でこの道自体がね、こういう風に坂になってますんで、地下何階建てって言えばいいのか微妙なんですけど、まあ、この部分から地下3階建てぐらいの深さはあります。まあ、ただそれが向こうだと地上階になっちゃいますんで、それが説明難しいところなんですけれど、こういうのは多分これなんだろうな、この大量のゴミが詰まっている、ここももはやなんだか分かりませんが、もしかしたらこれもまた埋められたその地下空間のところとアクセスできるのかな。これはそうじゃないか、これは普通に地下空間というよりは地上空間という感じかな。もしくはあのクローズの脇から入っていくその空間を、名残をね、まあ今もまた使ってるのかもしれません。さっきも地下に入っていくようなね、普通のお店とかありましたよね。だから難しいんですけど、これは多分埋められた跡ですよね。ここから昔は入ることができたんだろうな。結構そんな感じのね、跡が裏側にもありまして、あ、ここの外に昔は窓があったんですけど埋められましたみたいな、どうもそういう説明だと思われることを聞きました。これも難しいんですよね、どこからどこまでがどう使われているのか。ああ、雰囲気はここに近いな。これがね、地下に入ってるような感じですね。こんなに明るくないですよ、もちろん。だって地上との出入りのところがないですから。多分そこの今大きい建物が建ってるの、市役所が何かな、それの下ぐらいを通っているはずです。
で最下層の人たちの暮らしぶりも紹介されていましたが、そうですね、あの日本の何でもいいです、通勤電車みたいなやつを縦に半分に切って、縦っていうのは何ていうんですか、あの前半と後半で半分に切って、それを横に並べたぐらいの空間のところに17人が雑魚寝で生活をしていたそうでした。床は石造り、今は木ですが昔は石造りでしたよという説明もありました。そしてこのエディンバラ自体にクローズはどうも40本ほど通っているようです。またそうだ、その寝ているところですが、そのまあ地下の深いところも真っ暗でして、窓等も特にないような非常に暗いようなところにトイレがありました。トイレはバケツです。そのバケツにですね17人分のトイレということで、まあそれをみんなで使うわけですね。そこにで、そのバケツのじゃあ屎尿溜まったものはどうするかと言いますと、まあ、地下もですね、また例えばこれを通路だとしますと、まあ、ここに部屋があり、ここに部屋があり、またここに部屋があってみたいな構造になってるわけですね。で地下のそれはまあ道路というのか、それともマンションの中の通路というべきなのか、まあ、どっちともつかないようなその空間のところに1日2回バケツを持って行ってバーッとばらまくということを、どうもやっていたようです。その通路というのはね、この階段方式になっておりますので、あ、ここ階段だけど、まあわかりますね、こんな感じでこの街はもうこういう風な坂道になってますから、もうその階段の方にばらまかれベシャーとこう広がっていくわけですよね。だからきっとこの街の下層という、まあもっとこっち行けばこっちの方がうんと汚くなるのではないかというような気はします。で、それからあとはですね、牛舎、そうそうそう、びっくりしたことになんとね、牛舎があったんですよ。もうとか言っててね、このまあこれをこのまま平行にまっすぐずっと進んでいったようなところにですね、牛がもうもう鳴いているようなところがありまして、その中になんとまた驚いたことに、あの線路の引いた跡があったんですね。これはもともとレールウェイがあった場所ですみたいなのを教えてくれましてね、それが駅とつながっていたそうです。ですから、鉄道で、その最下層の人たちが住むところ、まあ、最下層の人たちが住むところとそれからあの牛舎ってもうすぐ隣なんですけど、その牛舎のところまでつながっていたそうです。昔はね、探せばもしかしたら廃線の跡みたいなもね、ヨーロッパってあんま街を壊したりしないですから、探したら残ってるんじゃないかなというような気はします。エディンバラの駅もね、ここからそんなに離れてないですしね、多分郊外も、大して確かにこの位置だったらないので、ここにそれがあるというのはうなずけることです。それからですね、そのまた、牛とかがいる、まあ、鉄道車両をそこへ押し込んでいたと思われるその空間の奥、一番奥のところにはですね、ベッドみたいなものがたくさん並んでいるところがありまして、そこは隔離病棟でした。ペストです。さっきも言ったようにペストが大流行しまして、もうかかってしまったら治りませんと、まあ、今でしたらまだね、まだ死亡率も高いらしいんですけれど、今ほど昔ほど死亡率は高くないそうですけれど、昔はもうなってしまったらどうしようもないということで、その中に隔離をするということをしていたわけです。で、そのペストになってしまった人を見るお医者さんというのも一応いました。放置されていたわけではなかったらしいんですけれど、それがペスト医師というものですね。日本語ではそう呼べばいいと思われますが、こんな鳥のくちばしのようなデザインのマスクを装着して、顔にもガスマスク、まあ要するにガスマスクだと思いますけどね、それをつけて、お医者さんが見に来るようです。その様子がね、あまりにも驚々しくてね、しかもまた真っ黒な服を、多分それもまたその医療のね都合で多分着てるんだろうと思うんですけれど、こういろいろ来て衛生上の管理ということなんだろうと思いますが、大変驚々しい光景でした。でそれがですね、もう地下深くもう真っ暗で紐を差し込まないようなところで、また鉄道車両が押し込められ、その奥に牛が鳴いていて、そのさらに一番奥のようなところにペストの人たちが、そこに横たわって、もう全身ですね、ペストって体に血のあざみたいなのができる病気なんですけど、その血だらけみたいな感じになって、それで、おどろおどろしい格好のお医者さんに、一応見てもらっているという、もうなんだか地獄のような光景が繰り広げられているのを、見ました。もちろん模型ですよ、本当にそういうね、お医者さんとかがいるわけじゃないんですけど、それからあとは何かあるかな。あ、そうそう、そのねところに、まあ、もちろん模型ですが、多分当時の様子をそのまま反映してるんでしょうね。麻袋が置いてありまして、だから人間みたいなものが入ってるんですね。多分その人間の死体がその中にはということなんでしょう。それが牛のところの、ね、すぐ脇ぐらいのところに置いてあります。まあ、そういう死体をね、どういう風に処理してたのかちょっとわからないんですけどね。まあ、でももはやもう地下自体が隔離病棟になりがちですので、病気でない人ももう地下の隔離病棟で生活しているみたいな空間ですから、だから上のお金持ちの人たちにとってはもはやどうでもよかったのかもしれないですね。もしくはどうでもよくはないんだけど、もうどうしようもないので、この地下のこういうのがあるような旧市街は捨てるしかないということで、捨てて、そして今向こうに見えております、あちら側反対側に、ね、見えているああいう新市街を建設するということに、まあ、至ったんでしょうね。
それからあとは何かありますかね。今偶然これ私が操作したんじゃないんですけど、偶然ここのゴミ置き場が開きましたが、これ昔の居住のところじゃないかなかどうか分かんないです。まあこういう部屋がいっぱいあったんですよね。でこの中のこんな感じのところで、窓もないようなところで、あの最下層の人たちが17人このぐらいの空間に暮らしました。多分その当時のね、あの建造物っていうのかな、それをまだ多分今でも使ってるんでしょうね、一部こんな感じ。あ、窓もねこういう風にしてあるところはありましたよ。あの多分このイメージでいいかなと思います。まあもしくは地面のこういうところに窓が出てるかって感じですね。地上から地下深くに至るまで非常に高層に建てられて、そして最後にはお金のない方たちが、とんでもない病気を蔓延させるに至り、まあ、別にその方に責任があるわけじゃないと思いますけど、そして、この旧市街という町自体の、まあ、崩壊といいますか、もう旧市街自体の放棄ということに至った、そんななかなかに悲惨な歴史のある、このクローズが名物であります。エディンバラですね、スコットランドの首都エディンバラの紹介でした。ちょうど今13時の列車が出ていくところだそうですが、まあ、その列車がどうなるか別にあんまどうでもいいんですけれど、13時になりますとこのエディンバラの街にエディンバラ城から大砲の音が届くことになっています。時刻は12時59分です。ちょうど今13時の時報、それと同時にロンドン、ユーストン行きじゃない、キングスクロス行きかな、キングスクロス行きも出ていくところのようです。うん、出て行ったな。私の乗る列車はその30分後、私の乗る列車は多分ロンドンまでは行きませんが、ヨーク行きになるかと思います。